はい、マーボです。今日はミナモです。これちょっとわかるかな。なんか打ち合わせですね。打ち合わせに来ました。まだ僕だけなんですけど、とりあえず来ましたよ。まあやっぱりあれですね、喫茶店モーニング盛況ですね。はい、行きます。やばお前、チャラすぎだろ。多分昨日か。え、昨日だっけ？おとつい、昨日だと思うけどね。途中で終わってしまったんだけど、まあなんかあれですよ。ちょっと相談しまして。疲れ、大きいよな。ホバリングする鳥いました。なんだろうな。それで昨日をやったちょっと相談しまして、また新たな展示会場が決まりまして、ちょっと日にちがだいぶ先になっちゃうんですけど、だってやりますよ。またマーボ展覧会。今回は多分全部ってわけにはいかないんで、また場所の問題もあって、なるだけ抜粋していきたいなと思っています。抜粋してっていうか、抜粋して展示したいと思ってます。で、毎回、今回、以前ちょっとやったところでは間に合わなかったんですけど、必ず一点は新作をちょっと展示したいなと思ってまして、 できればなんですけど、そこに無理から常設にしたいって思ってまして、常設したいな、ちょっと押し付けなんですけど、僕らの絵がいろんなところで、例えば一点でもですけど、見れるようにしたいなと思っています。で、これできるだけなんで、そういうのはうちやってないんでって言われたら、ですよねって言って帰ってくるっていうことにしたいと思っています。ただ、毎回一作は新作が、何らかの形の新作が見れるようにしたいな、展示できるようにしたいなというのは、考えております。だから、また一緒の回なというようなことがないように したいと思ってるんですよ。で、なるだけ、あちこち押し付けていって、押し売りでないですよ。押し置き。それこそ押し置きですよ。していこうかなと思っています。で、ダメだって言われたらですよねで帰るっていう。これをやっていきたいなと思っています。そうすることによって、いろんなところで僕らのマーボンの映画を見ていただける機会が増えたらいいなと思っています。まずは、見てもらうチャンスっていうのを作りたいですね。僕はそんなに原画っていうか、手書きで書いたものを直接見てほしいっていうことはそんなに思いはないんですけど、まあ見れるなら見た方、見てもらえたらいいんじゃないかっていうことですね。でそれでまた何か新しい活動につながっていければいいんじゃないかと考えております。やっぱりね、大きい絵を描いた方がいいねっていうのはよくわかりました。やってみるとね、やっぱりどうせ描くなら大きい絵ですね。大変ですけどね、いろいろ手間もかかるし、絵の具もかかるしっていう。あとやってみてわかったけども、アクリル絵の具もいいけど、外で描くときはやっぱりペンキかなっていう気はしました。なかなかね、ペンキ扱い、実は絵の具のように使うと、ペンキはなかなか手間のかかるというか、厄介な
塗料なんですけど、あのつるっと塗りつぶすっていうだけならいいんですけど、あの絵の具のように使うにはやっぱもともと絵の具ではないですからね、まあ、あまり合ってないんで、このところはね考えないというか、ちょっとその自分たちなりのノウハウっていうのはあの蓄積していかないと、ちょっと使い勝手難しいんじゃないかなとは思うんですけど、まあどう何と言ったらいいかなっていうのは未だに答えが出てないですけども、あのアクリル絵の具でもペンキでもどちらでも描けるようにはしております。そんな具合ですね。でちょっと描いてるものを今ここでお見せしようっていうわけにはなかなかいかないんですけど、もうすぐあと一息ぐらいで仕上がるっていうとこなんで、まあそれはそれで仕上げて、またちょっとその多分夏頃になると思うんですけど、あのもう一点新作というか新しく書き起こししようかなと思ってます。それは麻婆の話なんで、あの自分用というか、あの勝手に書いてるのは、まあ、勝手に書いてるのでそれでやろうかなと思います。あともうちょっと一個新たにどうしようかなっていうことがあって、でそいつのそれがねどうしたもんかな、ちょっと考えあぐねてるんですけど、あのなんかいい解決方法というか落としどころが見つかれば、また新しい活動というかの一つとしてやっていきたいなと思ってます。あとは何ですかね、あと何してる、あザク塗らな、プラモ作りたいね。さあなかなかね、あのあれなんですよ、あのなんだ模型のつながりのある人がちょっと少なくて、あのなかなか模型熱っていうのを自分の中で維持していくのが大変なんですけど、やっておりますね、やっておるはずなんですよ。意外とね、あのニッパーでパーツ切り離すっていうだけでも、なんていうのかな、やっぱ慣れないとさ、いやこれ新鮮っていうかさ、うわ模型作ってるわみたいな感じになっちゃうのがやっぱり良くないね。あの日常的にやっぱニッパーとかで、あそうだね、ニッパー切り離すのはニッパーだな、あとナイフ使うっていうのをちょっと離れちゃってるっていうのも良くないので、やっぱナイフと共に歩む人生っていうのは僕はなんかいいなと思うのでやっていきたいんですけどね。あとちょっと筆問題、筆がね懸案になりつつあるね。あのただ紙に書いてるだけとかね、あのプラモに色塗ってるだけだったらよかったんだけど、意外といろんなものに絵を描こうとすると、その筆の摩擦ってこんなに今まで考えてなかったんだなと思って、あのすごい気になりますね。筆とか要するにペンでもそうですし、あのなんか描くもの、絵を描く道を描くでもいいんですけど、それのちょっと摩擦っていうのがこんなに強いというか高いもんだなっていうのは、あまり自覚してなかったので、今ちょっとそこは考えてますね。問題ですね。それなんで、でまあちょこちょこ自分用のはちょこちょこ書いております。もうちょっとこう計画立ててやんなきゃなっていうのは常に思ってるんですけどね、相変わらず最終号、北極大陸最終号できてないです。やんなきゃね、ほんとなんかさ、終われないとできないっていうのも間抜けだよね。というわけで、まああれですよ、残り少ない人生は、まあ、自分のために生きたいなと思うんですけれど、なかなかそうもいかないですね。今はどう考えてるのか知らないですけど、あのあと何ですかね、そう思いますよ。なんか本読んで絵描いて映画見てっていうぐらいが本当にやりたいことなので、プラとプラも作ってね、プラモも多分あれだろうな、今のストック作るのが精一杯だろうな。あとなんか食玩に色塗ったりとかしてたら、プラモライフは多分まあそれぐらいが寿命じゃないかな僕の中で。であとはもうあれですよ、もう
もう絵を描いてるぐらいですよ。で、あと、なんか本読んで映画見てですね。本当に。それぐらいできたらなんか楽しいかなって僕は思っちゃうので、それでいいです。っていうとさ、決めつけるやつとかいるだろう。もうそれが嫌でさ、あとそれから、断るごとに言っていきたいのは、まあ、ちょっとマイナーな話なんで、固有名詞も出しつつ言いますけれども、もう、営業妨害ではありませんよ。近所のホテルのお肉がスーパーのお肉みたいです。スーパーのお肉みたいですっていうのは比喩なので、本当にスーパーので買った肉かどうかは知らんんですよ。だけど、スーパーのお肉みたいなんですよ。どういうことかっていうと安っぽい。で、これさ、これ論理の話なんで、まあ、言います、ね。例えばホテルで提供されてる、それ食べ放題だったんですけど、バイキング形式、焼肉だったんですけど、別に安いお肉が提供されてたって、ホスピタリティ的なもの、サービスが万全であれば、ホテル的なサービスが提供されてたら、いいんじゃねえかって、なんか、擁護したがると思うんですけれど、スーパーのお肉はお家で食べられるんですよ。あと、それと、晴れとけっていう発想って、もうなくなっちゃったのかもしれないんですけど、日本には晴れとけっていう発想があるんですね。で、スーパーのお肉っていうのは毛の、毛ってヘアーとか毛じゃないですよ。ヘアーじゃないですよ。日常って意味ですよ。で、晴れの日って言いますよね。これは、非日常っていうわけではなくて、まあ、晴れがましい日ということですよ。で、ちょっと、洒落た格好して、高いところに飯食いに行くっていう、あれですよ。その高いところに飯食いに行くって言って、サービスは、高級なサービスを受けられるのに、肉がスーパーで買ったみたいな肉っていうのは、そりゃねえでしょ。ホテルに行って、スーパーのお肉、何度も繰り返しますけど、スーパーのお肉みたいな肉って、多分食べないし、食べたくないと思うんですよ。高え金払って、高え肉を食べたいわけですよ。わかりませんかね。で、高え、もしかして、スーパーのお肉みたいっていうのが、高え肉かもしれないんですけど、それ、買い物ベタですよ。もうちょっと普通の飲食店だって、高え肉を買ったらうまい、高え肉はうまいってイコールで結べるようなものを買いますよ。もしくは、そのうまい肉を安く買う、仕入れるとかしますよ。意味わかりますかね。その、当該のホテルは、スーパーのお肉みたいなものは、高い値段で仕入れてるってことなんですよ。わかりますかね。だからそこには行かない方がいいですよ。と思いますよ。行きたい人は勝手に行けばいいと思うんですけど、誘っていただく必要はないですね。そしてそんなところに忖度で、まあ大体そういうのも忖度に決まってるじゃないですか。うまいまずいは正直言って誰でもわかりますよ。で、そうすれば、そこにわざわざ行きたいとかって言ってる人はもう完全忖度ですよ。なんか別な理由があるんでしょう。食事でも食事ではないものを求めてそこに行ってるんでしょう。そんなところに行きたかねえっすよ。だけ金払って。ファミレスでいいじゃん。どうせスーパーのお肉みたいなんでしょう。そしたらファミレスでいいよ。多分ファミレスの方がまだ上等だよ。ってなことになっちゃうんで、そこには僕は行きたくないですね。呼ばれたくもないし。で、それを忖度してそこに行きましょうっていう人たちも、僕は軽蔑したいし、関わりたくはないですね。そう思いました。なんでけどそういう風に思えちゃったかっていうと、僕そんなに飲食興味なかったんですがないんですけど、たまたまお肉いい肉を無理やり食べさせられてるっていう節がちょっとあって、でもちろんそれは仕事で食べているので。お腹いっぱいとか腹いっぱいになるために食べてるわけではないんですけれど、あれなんで、それがどういう、どういう部位かっていうことよりも、一体どういうふうに、一旦
肉で、要はその商品としてあのレクチャーを受けてるんですよ。それってことを結局繰り返してしまったおかげで、スーパーのお肉見つけられるようになっちゃったんですよ。どう美味しいかどうまずいかっていうところはわからないけれども、感覚としてこれってこれ美味しくないよねっていうのはわかるようになっちゃったんですよ。それなんで導き出された答えが、あのホテルはスーパーのお肉ですよ。もちろんこれは比喩的表現なので、本当にスーパーで仕入れてるかどうかは知りませんし、スーパーが仕入れるところ、仕入れ先から仕入れられてるとか、そういうことでもないです。ただ僕は、これをホテルで、ホテルのお金を払っていただくんだったら、ごめん被ると思いました。特に自分でお金払って行きたくないですね。あとこれで呼ばれていって、美味しいとかなんか言ってる、量、美味しいかどうかとかして、量が食べられるから OK みたいな話をするんだったら嫌ですね。ということで、最後なんか、厳しい感じですけど、全然そこ本当許せないって言ったら変だけど、そのホテルは勝手にしとけばいいと思うんですけど、僕には関わりがないんで。ただ忖度でそういうところを利用されるっていうところに関わり巻き込まれたくはないですね。食事は美味しいところがいいに決まってるじゃないですか。食事をするって何かなって、そこになんか変な忖度とかあるのって美味しくないですよ。美味しくないもの食べて美味しいって言ってると、良くないですよ。体に良くない。あと、社会にも良くない。平和に良くない、そういうことになってしまうので、美味しい食事は美味しいものを食べましょう。美味しいものを美味しいって言いましょう。まずいものをまずいとかいちいち別に言う必要はないとは思うんですけれど、美味しいものは美味しいと言って、食事ができるっていう生活をしましょう。仕事をしましょう。と思いました。そして、そのためにも、やっぱり食の勉強はちょっとした方がいいです。すごい、ぐっとこう、あれですよ。曲げてきましたよ。ちょっと食事の話、食べ物のことっていうのを、ほんの少しでも考えてみようかなっていう時に最適なのが、ハッシュのラーメンアカデミアですよ。まあラーメンだけに特化してるんで、他の食事のことはちょっとなかなか難しいところがあるんですけれど、ラーメン、一口にラーメンって言ってもいろんなラーメンがあるわけですし、ラーメンの中にもいろんなものが、こう食材があるわけですよ。それについて少し考えてみるっていうことをしてもいいんじゃないですかね。そうすることで、美味しい食事をできる。美味しい食事を自分で考えられる。チョイスできる。そういうチャンス作りましょう。そのためのハッシュのラーメンアカデミアです。ラーメン食べながら勉強できます。知恵がつきます。知恵がつけば平和になれるんです。平和大事です。平和のためにみんなで学びましょう。すごいでっかい話をしますね。ラーメン食べるだけなのに。もちろんラーメンを食べて、ラーメンの中の食材について、ラーメンについて学んで知恵をつけることで平和になれるんです。こんな、なんですかね、コスパのいいことはないですよ。とにかく平和のために活動しましょう。何言ってんだ。ということで、ハッシュのラーメンアカデミアもちょっとした勉強になるんで見てね。じゃあねー。